三富神殿三富神殿は、江戸時代の原独期に開拓された武蔵野大地城の一地域である、埼玉県入間郡三好町上富と、同県所沢市中富、下富の総称である。なお、神殿を称するが水田はなく、畑作地である。開拓前は一面の原野で、周辺29河村の入会地であったが、元禄7年に川越藩主となった。 柳沢義康が農作物増産等によって反省を充実させる目的で川越に召し抱えていたお牛宗来の剣議を入れ川越藩士の曽根県太夫に命じて藩内のこの地を開拓させたものである特徴としては幅6軒の道の両側に農家が並びその1軒の農家ごとに畑、雑木林が面積が均等になるように短冊型に並んでいるという地割りである 奥行き三百七十五件、面積五丁部となっている。この地割りの方法は、北曹の王安石の神殿開発法を参考にしたと言われる。元六九,九年の検知による、屋敷の個数は、上富九十一個、中富四十個、下富四十九個の、計百八十個。この整然とした地割りと景観は現代までよく、残され、九百六十二年には、旧石として、 埼玉県指定文化財に指定されている。2000年5月5日には、埼玉新聞社の21世紀に残したい埼玉ふるさと自慢百選に選出された。かつては、関東ローム層が露出しやせて作物が育たない土地であったが、島上に点在する雑木林の周囲だけは、落ち葉が堆積して肥沃な土壌であったことから、落ち葉を敷き詰め堆肥とし、長い時間をかけて、 不要土を形成してきた。その営みは現在も続けられており、この循環式農業は原村正木監督のドキュメンタリー映画、武蔵野でも取り上げられた。三富神殿の土壌はサラサラしており、風が吹くと土ぼこりが舞い上がりやすいため、落ち葉を供給する雑木林が屋敷森の役割も兼ね、集めた落ち葉の山に昆虫が生息することから餌を、 求める野鳥も集まり小さな生態系を構成している。当初は、サツマイモ栽培に限られてきたが、現在では、サヤマ茶や、葉物野菜全般、果樹や柿を手掛ける農家もいる。また、伝統的な芋栽培は、ブランド作物となっている、川越芋の産地となっている。一帯では、武蔵野大地を深く開削した砂川堀以外に、河川がなかったため利水が難しく、 稲作が行われなかった。2014年より、世界農業遺産を目指しており、2017年に、新たに創設された日本農業遺産に、三富神殿に接する川越市南西部と、富士見野市西部を加えた武蔵野地域に拡大し、武蔵野の落ち葉体農法として登録。さらに隣接する狭山市も加え、国内所管である、農林水産省が2022年の世界。 農業遺産候補とした、ありがとうございます。